まあ、それが今から20年前、日韓共同宣言、それで変わりましたよってことを朝日新聞がですね、誇らしげに、語ってます。はい。21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップの副題を冠した宣言は、当時の小渕首相と金大中大統領が署名した。過去の植民地支配の痛切な反省と心からの謝罪を表明した小渕氏。それを受け止め、未来志向の関係発展に向けた互いの努力を呼びかけた金大中氏。それは1965年の国交正常化以降初めて政治が主導した関係改善の試みだった。安保、経済、環境など各分野で双方が取り組む行動を細かく定め、今日の日韓の土台を築いた。なんかさも素晴らしいものかのように言ってますけども、植民地支配の痛切な反省と心からの謝罪を表明した、これが素晴らしいって朝日様様は言いたいんでしょうね。バカじゃないのって話よ。じゃあのね、事実じゃないわけ、植民地支配なんかしてないんだから、はい、事実じゃないわけよね。でそれをまあ言わされたわけよね。まあこれ言うことによってね、まあ韓国の人たちが本当にね気持ち穏やかになって、じゃあ日本と友好にね、お互いね、いいパートナーシップを組んでいこうって固まったんだったら、ともかくその後何なのって話じゃないですか。結局何の意味もなかったわけですよね。頼む、この言葉だけ言ってくれたらあとはなんとかなるからっていうので無理やり言わされたわけですよ。何の意味もなかったね。だから安倍さんはそういうこと言われても言わないわけです。はいはい、次。宣言後最も大きく変化したのは人の流れ。今年両国を行き来した人の数はついに1000万人を超えると予想される。国交正常化の年の往来者数は約1万人、半世紀余りで1000倍になった。だが宣言が乗り越えようとした不幸な過去はくすぶり続ける。活発な交流も幾度となく政治に翻弄されてきた。いやいや、政治に翻弄されてきたんじゃなくて朝日新聞に翻弄されてきたんですよ。そのことをですね、一言も言わずに政治に翻弄されてきた。いやいや、あんたらだからっつうの。もうね、これ読んでると頭おかしくなるわ。はい。はい、6年前に当時の、李明博大統領が韓国で植民地支配の象徴とされる竹島を訪れると、途端に日本からの旅行者は減った。インターネットや SNS の発達は多くの交流を生むと同時に、情報の一人歩きや炎上も招く。市民同士のつながりを支えてきた文化面では最近、ショッキングな出来事があった。秋元康さんの作詞で韓国の男性グループ BTS が出そうとした新曲の発売が急遽中止に、秋元さんを右翼的だといった批判が SNS で批判されたため、 K-POP に詳しいジャーナリストのなんちゃらさん、文化に政治やナショナリズムを持ち込もうとする新たな動きが日韓双方に出始めている、とても心配だと語る。負の流れを断つために政治は機能しているのか、むしろ双方の政治家の言動は問題の発信源となっていないか。いやいやいや、全ての問題の発信源は朝日新聞なんですけど、それを棚に上げてね、政治家の言動がどうのとかすっげえ偉そうに言ってるけど、あんたらのせいだっつーの。自分のことは棚に上げて、よくぞまあイケシャーシャーとこんな上から目線で脳がき垂れられんね、本当に。ぬすっとたけだけしいとはまさにこのことを言うわけですよ。日韓両政府とも関係改善への強い意志が示されない現状は何とも危ういって、だから朝日新聞が危ういのよ。もう本当に頭おかしくなるわ、これを読んでると。はい、ついに出てきました。慰安婦の話題です。はい。例えば3年前に政府間で合意した慰安婦問題がそうだ。ん？もうすでに朝日の合法問題じゃないんだ、これ。合意に基づき、日本政府の資金をもとに韓国政府が作った元慰安婦らの支援にあたる財団は今、存続の危機にある。いや、今本当に存続の危機にあるのは朝日新聞だと思いますけどもね。韓国政府は合意の破棄を否定しつつも、前政権の失敗だとして事実上の形骸化を図り、責任を果たそうとしない。日本政府も問題は解決済みの一点張りで、その硬直した姿勢が韓国側を刺激するという悪循環。だから解決したものは解決してんだから。何を言ってんの？解決したものをさ、ね、また蒸し返してね、ありはしないめちゃくちゃなことを言ってね、嘘を言ってね、それが本当になっちゃったって朝日新聞のせいですからね。何なの？解決済みをね、ねえ、こじらせたのは朝日新聞ですから。共同宣言の核心である過去の直視を日本が怠り、
韓国が未来志向の関係を渇望しないのならば、いつまで経っても接点が見つからない。なんで今度上から目線なの？過去の直視って、いやいや、朝日新聞こそ慰安婦問題で誤報を犯してね、日韓関係こじらせた過去を直視してほしいですわ。ねえ、自分のことは棚にあげて、普通ね、ここまでできないよ。やっぱ自分がうって抱えてると、自分のことを棚にあげてそんなこと言えないよ。朝日新聞の記者ってさ、そういうことできんだね。まあ日本人の普通の感覚ではこれは無理だわ。はい、いろいろ書いてあるけども、シャトル外交の復活がそれほど難しいのであれば、共同宣言後に韓国の首相と日本の首相らが格式ばらない往来を重ねた閣僚懇談会からでも再開すべきではないか。なんなのこの偉そうな話し方。あんたらのせいだから本当に。いや、工夫しろとかね。後世に責任を持つ政治指導者として大局を見据え、隣国との信を交わす地域のリーダー国である日韓はどんな関係を築くべきなのか、国際社会で両国が担うべき役割は何か。すっげえ偉そうなんですけど。よくそう、イケシャーシャーとこんなこと言えるもんだわ。はい。20年前、日韓の首脳が自ら決断し、共に歩み寄り、新時代を切り開こうとした意味は大きい。宣言の精神は少しも色あせてはいないと。いや、朝日新聞のね、誤報問題のひどさも少しも色あせてないんですよ。自分で忘れずにね、歴史を直視してほしいですね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。